はい、はい、皆様こんにちは。脱力フィンガートレーナーの水谷千代子です。今日はですね、スクールのメンバーさんに、ちょっとお話を伺いたいと思ってお呼びしております。福岡県にお住まいの辰野木先生です。辰野木先生こんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、それでは、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、福岡県筑紫野市というところでピアノ教室をしております。その筑紫野市では、今年で10年目になるんですけど、講師歴としてはもう20年って言わないか30年近かったです。嘘つきだ。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。はい、辰野木先生と私は、ね、結構昔からのお知り合いなんですけれども、はい、今回私のスクールの方にですね入っていただいたきっかけを教えてください。はい、ありがとうございます。私先生の講座をいつも最初のところだけをなんか数回か受けさせていただいて、いつもその先を知りたいなと思いながらでもなかなかその続けて受けたりすることができなかったし、あとは自分自身も小学校3年生でピアノに転向してすごいこう力を入れて弾いてたこともあって、弾き方はすごくいろいろわからないことがやっぱあるから勉強はし続けてはいるんですけど、自分のできないこともあるけれど、あと生徒たちがいろんな弾き方をしてくるのにどうやって対応しようかみたいな、それもあっていろいろ学びたかったことと、あとはオンラインでどこまでその脱力とかそういうことができるのかってすごく興味があってそういういろんなことに興味があって申し込みはさせていただきました。はい、ございます。そう、私もね本当にオンラインで脱力するっていうのは今回初めての試みだったので、まあ私自身もねどうなることやらとかっていうすごい失礼な状態でまあ実際やってみてどうでしたか？まず先生の毎回送ってくださるビデオが分かりやすかったです。だからああなるほどっていうのはすごく思ったんですけど、実際自分がやってみてそのチェックをしていただかなければやっぱり分からないこともあって、こうかなああかなっていうのは細かいことまでは本当にこれでいいのかっていう自信はなかったんですけど、でもビデオがすごい分かりやすかったです。はい、で、まあ、実際にそう、実はですね今日これね私は東京に住んでいて先生は福岡なんで福岡からですって言いたいところなんですけど、実は私の自宅にいらしていただいてて、で一緒にはちょっと廊下と部屋とっていう近くて遠い距離のところにお話しさせていただいてるんですけど、今日はなんで東京にいらしたんですか？まずは2つ予定があって、1つはちょっとこのあと長野県に行かなきゃいけない予定があって、その前に娘のところに娘が引っ越しをしたのでちょっとそれを新居を見に行くのとちょっと片付けを手伝いに来ました。それで無理言って先生にせっかく来たので伺わせてくださいと言ってご連絡をさせていただきました。ね、スクールの内容の中にこうレッスンっていうのが必ず入っているので、今もねちょうどコロナだったから他の方たちは皆さんね東京に行きたいって最初はおっしゃってたんですけど、なかなか会えなかったんですけど、今ちょうどねちょっとね緩んできたところでそのレッスンがちょうどあるから、じゃあ私のところにも寄ってっていうことで、まあ、今日は先ほどもねちょっとその脱力をさせていただいたんですけども、はい、実際どうでしたか、その自分が受ける前と今とは。目から鱗のことがいっぱい。まずもう今日は本当にやっぱり来てよかったなって思ったのが、子供には結構言ってることを自分がやってないっていうことを気づかせていただいた。もうピアノのその打楽の位置とか、その本当にその微妙なことでこんなに音が変わるっていうのは本当に今日はびっくりしました。それと自分の癖は分かっていったし、なんでこうなるんだろうっていう疑問もいろいろあったんですけど、先生が本当に的確に横でこう来よあよって本当微妙なことで音って変わってくるので、それがやはり対面
ならではというか、オンラインでもその一回目のレッスンの時はその私のその肘とか、不得意な読む指とかをすごい先生指摘していただいたからすごく良かったんですけど、本当に微妙なところを教えていただけたのはすごくありがたかったです。はい、なので最初に申し込んだ時よりも今の方が子どもたちのことをどうしようって思ったのもあったんですけど、まずは自分がかなり言ってるだけでやってないことに気づかされました。本当にそれはありがたかったです。ありがとうございます。やっぱり自分のことって一番わかんないですよね。自分が一番わからないので、やっぱりこう客観的にね、誰かにこう言ってもらえるっていう方が本当にその点も全然違ってくると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそうですね、もうだいぶあれなんですけど、まあ私水谷千佳子はどんな人物でしょう。私先生のことすごく大好きで、何年前に最初お会いしたかわからないんですけど。ね、もう最初に会った時から先生の雰囲気がすごい大好きで、そしてまたたまたまですけど私のその古い知り合いが先生と共通のお知り合いだったりとかして勝手に親近感を沸かせていてでもちょっと数年間ちょっとお会いできない時期もあって、で今回たまたまこういう機会があったのでオンラインだったらできると思って申し込みさせていただいたんですけど、何より先生のそのいつも柔らかい元気いっぱいのオーラが大好きで先生にちょっとこう言っていただくだけですごい元気をいただく感じが、はい、なので先生のそのままの姿が大好きです。ありがとうございます。ね、もうね、多分お嬢さんがねまだ小学生ぐらいの時に、はいはい、ね、最初にねお会いしたのね、はい、知り合いになってる時間はねすごく長かったんですけどね、こうやって、ね、密にお話ができる時間っていうのはなかなかなかったので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もしそうですね、スクールに入りたいっていう人がいたらどんな人におすすめですかね。もうまずは自分を知れるから、うんうん、指導法というよりも自分の最初のワークとかが思考を先生こういろいろと自分の思考のこととかもお話ししてくださったから、自分がどうなりたいかとかそういうことの整理もできますし、本当にかゆいとこにも 手が届くみたいなただ単に脱力って一言で言ってもその脱力をするための準備みたいなのを先生細かく教えてくださるので、まず自分自身を知るためにも指導法というより自分を見つめ直す、そういったこともできるので思ってる以上に幅広く勉強できるから、ちょっとでも悩みがあったりその弾き方とかで悩みがあるとか、まあそういう指導法で悩みがあるその脱力に関しても悩みがあるとか何かこうちょっとあればぜひおすすめです。はい実はね、辰巻先生すごいご活躍で、もう九州でもすごいご活躍なんですけど、まあ、そのぜひご活躍 の宣伝をしてください。宣伝ですか。宣伝、私もちょっとオンラインをすごくまだ勉強中というか、オンラインでできることっていうのをすごい探っていて、まだまだこれからの世界だと思うんで、まあ必要になってくる世界だからこそ、またこれをちょっと追求しながら頑張っていけたらなと思います。今日も本当はライブ配信が午後あって夕方からあって、私それのすごい関わってるのに現場にいないというでもなんかそういう先生たちのピアノ先生たちのためにこう機械があんまり得意じゃない先生たちのためにとか、なんか YouTube 配信されてるんですよね。はい、してます。でも私自身がすごい苦手なので、苦手な私だからなんかこういう風にしたらどうかなみたいな提供ができればなと思っているので、誰でもできます、私ができるからって思ってやってます。はい今後はどういう活動をしていきたいですか。ピアノを教え始めてもざっとですけど30年近くなるんですよね、もうすぐで。だからまあ、なんて言うんでしょう、まあ、結構いろんな経験をしてきてると思うので、
なんかピアノの演奏ってその上手に弾けるっていうのがもちろんですけど、それに行くまでにその先生がよくおっしゃっている内面的なことだったり、脱力だってその緊張する前、そのなんていうんですか、その力を抜くっていうのは結構考え方一つもあったりとかするので、そういうことをも含め幅広くなんかこう先生方に対してもですけど、あの子どもたちに対してもですけど、なんかこう心配がちょっとこう なんていうんですか心配事がなくなって、一つでもなんかちょっと喜びに変えられるような、そういう先生としてただ技術を教えるとかだけじゃなくって、そういう幅広い指導ができるような指導者になっていければいいなと思ってます。素晴らしいですね。もうなんかもう達徳先生のファンもたくさんいらっしゃると思うので本当ですかね思うので、これからね先どん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 ご活躍されると思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。